どうも、セデニ市場です。今回はね、ちょっとね、ブックオフに行ってきて、本読もうと思って、本をね、買ってきたんですよ、いろいろ。それをね、紹介していきたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、勉強になる本から、娯楽の本までいろいろあるんだけど、まあね、安いからね、ブックオフいっぱい買っちゃいました。まあ、合計3000円くらいかな、だったんだけど。まず、こちら。知ってるかな、この安越哲也って人なんだけど、東進ハイスクール、林先生、今でしょの林先生とかの、まあ、予備校の、まあ、英語の先生なんだけど、この人。この人のね、英語の本、英語勉強する本があるんだけど、大学受験用の、すっごい俺勉強して、それで。すっごいね、わかりやすい、この人の本。その人の本で、結果を出し続ける人の35の小さなコツっていうのがあって、まあ、いろいろあってね、まあ、いろいろあるんだよ。うん、こんな感じ。なんだろうね、まあ、いろいろ、ちょっと、三日坊主にならないコツとか、いろいろね、まあ、結果を出すために、まあ結果を出すっていうか、まあ人生で幸せになるためのコツがあるんじゃないかなと思います。それがね、100円の手に入るっていうね、素晴らしいよね、ブックオフって。次はね、ちょっとね、ビジネス系の本なんだけど、100円のコーラを1000円で売る方法。まあ、100円のコーラを1000円で売る方法って、まあ例えばいろいろあるじゃん。例えばさ、もう簡単な方法だと、例えば野球場とかで売るとさ、めっちゃ高いじゃん。まあ場所を選ぶとかね、そんな感じ。これも200円で売ってたんだけど、だって100円のコーラを1000円で売る方法を知ったらさ、1本売るだけで900円も儲かるってことじゃん。なのにその本を200円で売っちゃうっていうさ、まあでも元が1000円だから、まあこの本自体が安いんだけど、これ基本的にね、中身漫画になってるんだよね。うん。コミック版って書いてあるけど、まあよくまだね、全然、今から紹介する本は、昨日買ってきたばっかだから、まだ全然読んでないんだけど、これから読もうと思って、ちょっと、タイトルで気になった本を買ってきました。まあ200円だからね、そんなに高くないかな。でも昔はね、本ね、100円で売ってたんだけど、最近100円コーナーが100円から200円コーナーになってるから、あんま安くないんだよね。200円で結構高いよね。次、これは知ってる人も多いんじゃないかな。茂木健一郎さん、脳科学者の、テレビではよく出てる人ね、の脳を活かす勉強法、奇跡の強化合宿。まあこの人の本だから、脳にいいことが書いてあるんじゃないかなっていう理由だけで買ってきました。これも200円だったんだけど、これ全然わかんないんだけど、まあアハ体験とかわかんないけど、まあ脳を生かす勉強法、まあ勉強法だから、まあ大学受験とかに向けての結構ことが書いてあるんじゃないかなと思います。はい、これも結構ためになりそうだからね。はい、次がね、結構ね、 YouTube とかをやってる人とかブログやってる人とかにはいいと思うんだけど、1億円稼ぐ検索キーワードの見つけ方。まあ結構 YouTube とかさ、ブログとかで大事なのはやっぱ検索キーワードじゃん。まあそれについて、儲けの値段が今すぐ見つかるネットマーケング方法。まあいわゆるさ、ネットで儲けたいとかじゃなくてもさ、やっぱ YouTube とかブログってさ、人に見てもらってなんぼだから、まあ見てもらいやすくなるためのことが書いてあるんだと思うんだよね。ネットで売れる言葉、ロングテールまあいろいろ書いてあって、こんな感じ。うん、まあいろいろ書いてあるわけよ。まあどうなんだろうね、面白いんか分かんないけど、まあでもね、ネットで売れる言葉だったから結構最新じゃなきゃいけないと思うんだけど、まあ2006年の本だから、まあどうなのかなってもあるけど、まあね、2006年だったら今とそこまで変わんないから大丈夫じゃないかなと思います。はい、それでね、次のがちょっとね、俺の今回のメインなんだけど、これ、働かないで年収5160万円を稼ぐ方法、川島和正、なんて読むんだろう、和正でいいのかな、元しがないサラリーマン、現ネット副業の超プロ。この川島和正さんかな、この人がね、割と有名な人で、まあ、テリー伊藤さんもね、ちょっと書いてるんだよ、この帯を。唖然したっていうね。まあ、12万部突破。まあ、結構有名な本なんだろうね。この本がね、まあ、200円で売ってるっていう奇跡。まあ、副業から、まあ、ノーリスクっていうのがいいよね。まあ、基本的にね、あれを見せると、あ、ここに書いてあるかな。これか。ネットオークションで月30万稼ぐ方法とか、割とね、現実的なんだよね。ネット広告で月100万稼ぐ仕組みとか、ノーリスクサメフト出版、企業から年収10件、まあ、楽した副業、まあ、そらね、知らないあなたは大損。まあ、ネットオークションで月30万っていうのが結構俺の中でリアリティがあるから、最近ネットオークションもやってて、楽マとかいうやつを。まあ、ちょっとまだね、一個も売ってないんだけど、まあ、出品してんだけど、なかなか売れなくて。うん。まあ、これもちょっとね、ためになるかなと思って。まあ、働かないで年収5160万円って、ね、なかなかいいよね。うん、いい響きだ。さあ、これくらいかな、ビジネス書は。でもって、最近の本で、漫画ね。
で言うとこの浦安鉄筋家族の最新刊ね、毎度ね方の16巻、まあ、これ360円でね高いんだけど、いつも定価で買ってるからそれに比べたらこれ結構最新だから、まあこんなもんかな。でもって次がね古い本なんだけど、宇宙人田中太郎、これなんか聞いたことあって、ギャグ漫画ね、コロコロだよね、コロコロのギャグ漫画で、まあ面白そうかなと思って、しかも100円だったんで買いましたと。そしてこちら、これねウルトラマンっていう漫画なんだけど、まあ、ウルトラマンの本なんだけど、まだねこれね読み始めてないんだよ。これ今4なんだけど、123はネットで買ったの。そしたらね4ね100円で売ってた。ネットだと257円かな。うん、まあ、そうだね、新たなウルトラマン、そうだね、ウルトラマンスーツ、なんかねこれちょっと面白いんだよ。うん、あとね今読んでるのはこっちで、ウルトラマンストーリーゼロ、これの方がねちょっと面白い、いや面白いのがっていうか、こっちがまだ読んでないんだけど、今9巻まで読んだんだけど、まあここまでなんだけどね。はい、これは面白いよ、ウルトラマンの本当ストーリーゼロで。これはねブックオフで260円かな、ネットだとね257円とかなんだけど、ブックオフでまとめ買いするとなんか 10% オフとかなるから、まあそっちの方が安かったかなって感じです。はい、こんなぐらいかな。まあ一応ね他にもいろいろ本は買ってるんだけど、はい、まあいろいろね本はね読むとね知識になるんで。あとね最近聞いた言葉で一番感動したのは、ブックオフの店員は本を売ってないで本を読んだ方がいいっていう。ブックオフで売ってるね本をね読むとバイトなんかしなくても全然稼げるようになるってね。まあ俺はまだわかんない、最近ビジネス書にハマってるからちょっと読んでいこうかなと思います。ビジネス書の方がね物語系は楽しいけど、その場限りだし、知識として身につくのであれば、このビジネス書はねためになる。あと自己啓発本とかはね多分ためになるから、ぜひ皆さんもブックオフで安く売ってる時に買ったり、あと本当に欲しい本は新品で買ってもいいと思います。家は借りて住め、本は買って読めっていうね言葉もあるぐらいなんで、まあね、これは那須正元の言葉なんだけど、まあぜひ皆さん本をいっぱい読みましょうってことで、バイバイ。